タッパー、マグカップを満たす。それを離した後、マグカップをバーに沿ってスライドさせる。マグカップがいっぱいになると、客はドアに向かってスライドして戻り、十分に近づくと、ドアから姿を消す。そうでない場合、彼らは一定の距離の後に停止し、飲み物を消費し、空のマグカップを樽に向かってスライドさせながら、前進を再開する。客は時々バーにヒントを残し、 プレイヤーはそれをボーナスポイントとして受け取ることができる。チップを集めると女性ダンサーのグループが数秒間現れ、注意を引きつけられた客は足を止める。ただし、気が散っている客は飲み物を飲むことができず、ダンサーのショーの開始時に飲酒している、または押し戻されている客は決して気を散らされることはない。空のマグカップの受け取りに失敗した場合や飲み物が入った。 マグカップをスライドしてそのまま落としてしまうと、ミスとなる。また、バーが客でいっぱいになってしまった場合、客がバーテンダーを掴んで、ドアの外までスライドさせ、ミスとなる。客全員の飲み物を提供できると、クリアとなる。クリアすると、バーテンダーは、自分で飲み物を注いで飲み、空のマグカップを頭に貼り付けたり、蹴ろうとした時につま先を突き刺したりするなど、ユーモラスな動作を行う。 ゲームが進むにつれて、客はより頻繁に現れ、バーに沿ってより早く移動し、飲み物を捕まえるとより短い距離に押し戻される。さらに、バーごとの最大顧客数は徐々に増加し、すべてのバーが一度に最大4人の顧客を持つことができるようになる。プレイヤーは、それぞれ独自のテーマと、適切な服装の顧客を持つ4つのレベルを進み、あるレベルから次のレベルに進むには、 設定された数の画面を完了する必要がある。レベルは次の通り。各レベルの終了後にボーナスラウンドが行われ、6巻のビールがバーに置かれる。回答が5つの缶を振ってから、バーを叩いてシャッフルする。回答が動かさなかったものを1つ選択すると、ボーナスポイントが付与されるが、それ以外の場合はバーテンダーが顔にスプレーされる。後者の場合、 揺れのないものが短時間点滅して、その位置を示す。4つのレベルすべてを完了すると、プレイヤーはシーケンスの最初に戻り、より高い難易度でゲームを続行する。鬼玉は自身のブログ記事の中で、子供向けカートゥーンを思わせるデザインながら、舞台が酒場で題材がビールというギャップが良い味を出していると評価している。ありがとうございます。